神玄祭りの大聖水式において十字架を晩の水に入れて水を聖気予視する修道司祭預言者イリアス修道院。聖水式は正教会で行われる水を聖気予視し,して聖水とする方針礼。神玄祭りにのみその一環として行われる大聖水式と日常的に適宜行われる小聖水式がある。 ロシアのボシビルスクのアレクサンドルネフスキー大聖堂で大聖水式の後、聖水をペットボトル等の容器に入れて持ち帰る信者たち。大聖水式は、神元祭前日と神元祭当日の生体礼儀に引き続いて行われる聖水式。普通外の教会では、前日と当日のうち、信者が参道しやすい日を選んで一回、大聖水式を執行する。 大聖水式では、祈祷書に従い方針令が執行される。十字架で十字型が描かれ、十字架が水に入れられ出され、水が正気をしされる。大聖水式が行われる日として定められている神、玄祭りは、イース・ハリストスが洗礼を受けたことと、その時に起きたことを記憶している。ハリストスが洗礼を受けたのは、自分が水によって清められるためのものではなく、 水の方を生にするものであったと、聖教会では理解される。水は、あらゆる物質に含まれるため、水の生清し、清水はすなわち、この世が、生清しされることと、全人類と、全人類の救いを意味している。清水式は、ハリストスによる、水の生清しを、やり直すものではなく、拡張して減臨させるものであると、聖教会では捉えられている。 大清水式では、聖堂もしくは屋外で、専用の容器に入れられた水が、聖清しされるほか、川や湖でその水が、清しされる場合もある。大清水式に、聖清しされた清水は教会に保管され、各種の生成に使われたり、信徒に振りかけられたりする。一部は信徒によって、家に持ち帰られ、様々な機械に引用される。祈祷書に定められた、 方針例の他に、大聖水式に合わせて行われる地域ごとの習慣がある。校舎は、聖書や祈祷書に由来するものではなく、またすべての地域で行われているものとは限らない。場所別に見る、聖水式の霊古法器のような道具で、信徒たちに聖水をまく、被災大聖水式は、祭日の三死の過小と、水への振り航路による、路義で始まる。三死の後、 イサイヤの予言書から、三十五一から十五十五一から十三十二三から六の三箇所が読まれる。次に、コリン不全書一時十分十四マルコ福音一九から十一が読まれる。続いて神聖神の音調が、水と、水を飲む者に降るように祈る特別な大伝統がある。その後、祭日の三詞が歌われる中、司かさ当社は十字架を水に三度沈めて、 聖気をしした後、聖水を四方に巻く。司当社はこの聖水で信者とその家を祝福する。聖教会においては、水が聖気をしされたり聖水を飲んだりすることは、異教の要素が混入したものではなく、旧約時代から実践され、キリスト教において重要な意味を持っていると考えられている。ヤロスラブリ州での大聖水式。凍結したボルガ川に穴が開けられ、 聖水式が行われた後、信者が階段を降りて、水に浸かり、階段を上がって水から出ている。傍らには、氷の十字架が建てられている。上述の祈祷書に書かれた、方針例は、どこの地域の正教会でも広く行われているもので、あるが、特定の地域、民族系統の正教会でのみ行われている、習慣もある。例えば、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニア等では、 十字架が海などに投げ入れられ、最初にその十字架を取り上げた者は神の祝福を受けるとされる。世界各地にあるギリシャ系の聖教会でもこうした習慣が行われることがある。ブルガリアでは冷たい河川に大人数で使って、死災によって投げ入れられた十字架を拾い、冷たい水に浸かったままで歌い踊って神玄祭りを祝う習慣がある。ロシア、ウクライナ、 ベラルーシ島では、凍った川や湖に穴を開けるなどして、水を正気をしし、その穴に入って清水に頭まで浸かって身を清める習慣がある。ロシアなど、こうした習慣を有する地域においては、この日のために多くの清水所が各地に設けられ、信者の便利が図られる。ロシア正教会によれば、清水式において冷たい清水に全身で浸かる信者は、毎年増えている。 一方で、ロシア正教会はこの習慣について、信心深いロシアの伝統と評価しつつも、教会の聖典は、洗礼祭の日に水に入ったり、凍った川や湖に穴を開けるように指示はしていない。とも述べ、こうした習慣を信者たちに強制せず、重要なのは、人々が洗礼祭本来の意味を忘れないこと、肝心なのは、この日の寒気を近しい人たちと分かち合うことだと強調している。 特定の地域、民族の教会のみで行われている習慣の例、小聖水式はいつでも行うことができる聖水式である。大と小と呼び分けられているが、祈祷書におけるページ数で言えば、むしろ小聖水式の方が長い。日本聖教会の祈祷書の一つ、聖こと行には、小聖水式、神玄祭りの大聖水式が収録されているが、 小聖水式が395ページから421ページまで、神玄祭りの大聖水式が422ページから441ページまで掲載されている。イリアスはエリアの現代ギリシア語読みの天写修道司祭が頭に被っているのは黒ブーク。着用している祭服はフェロン。旧歴を使用する聖新歴を使用する聖教会においては、 中世ユリウス歴とクレゴリオ歴は2800年までは同じであるため、21世紀現在は、クレゴリオ歴上の1月6日に、神元祭りを祝う。ギリシア語、オミクロンイプシロンガンマラムダ、ガンマイオタアルファシグマミューイコール、大聖推式、ギリシア語、オミクロンイプシロンガンマラムダ、ガンマイオタアルファシグマミュウ、タウオメガニューシータイプシロンファイアルファニューイプシロン、オメガニューイコール、 神玄祭りの大聖水式、ハット AB 修道司祭ではないので黒ブークを着用していない。ただしフェロン、エピタラヒリ、ポリウチといった祭服は修道司祭も修道士ではない司祭も同じである。コンスタンディヌーポリ総主教長オーストラリア大主教区のニカンドル主教。出典、グリークオーソドックスアーチーディアス・オブ・オーストラリア、アシスタント・ビショップス。 ありがとうございます。